国際友和会はオランダのアルクマールに国際事務局を持つ非政府組織。アイ・キャンが国際的な提携組織としている組織の一つ。国際友和会はヨーロッパでの第一次世界大戦に対応して1914年に設立された非政府組織で現在は世界の48カ国で活動している。また、キャンペーンなどを通じ非暴力や人権。 和解を促進する。また、オランダのアルクマールにある IFOR、国際事務局は、メンバー間のコミュニケーションを重要視していて、キャパシティビルディングに力を注ぎ、国際的なキャンペーンや国の代表団、さらには、国際的な緊急行動の調整を支援する。さらにこの機関は、e コサックのステータスも持っている。国際平和友好会という名称を最初に使った、 団体は、第一次世界大戦勃発の1914年8月、ドイツ南部にあるコンスタンツで開かれた、キリスト教平和主義者会議に参加していた、ヘンリー・ホジキンとフリードリー・ヒジークムンとシュルツェの二人の、キリスト教徒が結んだ、制約の結果として結成されたものである。ケルン駅のホームで、私たちは、キリストの下で一つであり、決して戦争してはならないと誓い合った。 この名前を使用した最初の団体は、1914年8月に、クリスチャン、ヘンリー・ホジキンとフリードリ・ヒジークムント・シュルツェが設立し、ドイツ南部のコンスタンツで、キリスト教平和主義者会議に参加していた。ケルンの駅のプラットフォームで、彼らは、私たちはキリストの中にいて、決して戦争に出ることはできないと互いに誓った。1919年に、 オランダのビルとホーフェンで開催された国際和解フェローシップの初の国際集会。終戦後の1919 19年、ヨーロッパ諸国とアメリカ合衆国では、その年に設立された様々な和解の親睦団体がメンバーとして加盟している包括的な組織として国際和解の親睦団体を設立することで合意した。同年10月、 10カ国のキリスト教平和主義者たちが、オランダのビルトーベンに集まり、キリスト教国際化に向けた運動を設立した。当時 IFOR の初代書機関は、スイスの平和主義者のピエール・セレソルで、平和の承認として何度も投獄されていた。彼は、平和のための国際ボランティア活動を設立し、当初は戦争の被害を受けた地域で、旧敵国からのボランティアを集めて、 ワークキャンプを組織する。戦争犠牲者の救済が行われ、国際会議や会議によって平和のための活動が世界各地に広まった。ビルトホーフェンの直後、IFOR はジョン・ネビン・セイヤア,アンドレ・トロクメ、ミュリエル・レスター、アンディ・ローズ、パーシーバ・バートレットなどの旅行秘書を任命し、彼らはスカンジナビア、中央ヨーロッパ、ポーランド、バルト三国、 バルカン半島などヨーロッパの各地を旅し、二つの世界大戦の間に開催されたいくつかの国際会議に命を吹き込んでいった。最初の会議はオーストリアのゾンタークベルクで20カ国から200人の代表者が集まった。その後も多くの参加者が参加していき、このような緊迫した歴史的瞬間に IFOR のメンバーは、 軍縮の必要性と教会の新たな役割について議論し、聖職者たちに正義の戦争という考えに反対する強い立場を取るように求めた。1932年 IFOR はジュネーブ世界軍縮会議を支援するためヨーロッパ全土で青年十字軍を率いた。各地のプロテスタントやカトリックの人々が様々なルートでジュネーブに集まり、 5万人以上の人々が集結、各国の軍縮を求める、請願書を会議に提出した。ありがとうございます。